どうもこんにちは、ミッドイースト東京店の市政です。本日もよろしくお願いします。本日はですね、今年ミッドウェストの方なんですけれども45周年ということで、今いろいろなスペシャルな企画をちょっと準備している段階なんですけど、その準備しているところでなんかちょっと過去のネタをこういろいろ本社の資料室とかをこう探ってたところ、実はですね、なんと今回じゃじゃーん、こうやってラフシモンズの過去のコレクション、これ VHS、わかんないかな、ビデオなんですけど、が出てきたんですよ。で、これだったりとか、ちょっとこういう写真とか、まあ、いろんな資料があるんですけど、これが出てきたので、もうめちゃくちゃちょっとテンション上がったんですけど、出て、まあ、しかも、1月の22日から、ラフシモンズアーカイブレダックスが発売っていうことなんで、これはもうちょっと特集しないとダメだろうっていうことで、今回はラフシモンズの過去の動画を振り返りながら解説をしていきたいと思います。で、本日はですね、僕一人だとやっぱ、心もとないので、横にはちょっと今回、ミッドエストの、メンズのメインバイヤーの脇典さんにスペシャルゲストとして登場してもらいました。よろしくお願いします。竹典さんはですね、もうミッドウェストの方でもう25年以上にわたってメインバイヤーとしてパリからもう世界中を飛び回ってるんですけども、もう実際に聞いたところラフシモンズのもう本当デビューの当初からもう実際にこうショーを見てらっしゃるらしいので、今回は、2001年の暴動期って呼ばれているすごい人気のあるコレクションの動画がありますので、ちょっとその動画をこう振り返りながら実際に生でショーを見た感想だったりとか、当時の裏話、思い出話なんかも交えて解説していただこうと思ってます。それではじゃあちょっともう早速なんですけども、ムービーの方見ていきたいと思います。これをもうなので、ビデオのやつをこう映像にこう落とし込んだってことですよね、これ。まあ、これ1年間ちょっと休止してて、ちょうど復活のショーのシーズンですね。これもうパリからかなり離れたところで、確か当時僕の記憶が確かだと、自分のホテルから1時間以上かかって会場まで行ったんですけど、とてつもなく大きい、なんか倉庫みたいな会場だったと思うんですけど、もう後から映像出てきますけど、こう足場をでかなりビルなんかの足場と同じようなものをかなり高く積み上げて、そこから降りてくる、なんかもう音もすごく離れたところなんで、ガンガン爆音で中でこう。たぶん復活なんで結構派手に大きくやるだろうなっていうのは予想してたんですけど、まさかっていう僕らの希望でしたね。へー、うわーこのシーンで、休止する前っていうのは本当にちょっとこう流れが結構モデルの流れが結構マッチョで大きい方っていう感じだったんですけど、でラフシモンズのショー自体もちょっとタイトなシルエットのものが多かったんですけど、このシーズンからはもうガラッと変えて、まあ、今のシーズンでいうとオーバータイプっていうんですかね、プラスこのスーパーレイヤードもうガラッと変えてきたので、もうこの辺の冒頭からこれはもうやばいなみたいな感じでしたね。特にこの辺のシーズンのやつはもう皆さん今はこれ何日っていうの、俺ちょっとあんまり分からない。ゼロ期って、はい、よく言われてます。当時そんな感覚もなかったんですけど、はい、今の新しいお客様ですけど、ゼロ期って言われてるみたいですけど、まあ明細のね、ビッグの FA1 ですとか、まあ、名作って言われるよ、ね、うな、ね、この時に。このシーズンの前とかは結構細いナローな感じがある。そうですね。だからここまでやっぱりこう変えてくるとは思わなかったんで、これ、ちょっとトレンチみたいな感じっていうのは、
っぱりずっとデビューの時からリトレンチ、ステンカラー、まあ、そういったものっていうのは割と出してます、はい、ただもうフォルムがもう一気に変わったので、だから本当にこれが2001年だったかな、はい、2001年で、今で言われるオーバーサイズっていうのを、まあ、この時にこう提案して、これをレイヤーの感なんかも本当にすごくて、当時も斬新なんですね。そうですね、だから ALR 使ってて、はい、その、上から5インチとかなんかして、その上から MA1 のボンバーみたいな、もう伝統、当時では考えられないようなスタイリングをしてて、おそらく今でもそうだと思うんですけど、普通はいろんなブランドさんとかのショーにはスタイリストさんをつけて、まあ、もう一緒に考えながらやると思うんですけど、ラフの場合は全部自分でこれスタイリングをやってるんですよね。当時本当このアフガンもなんかこう古着屋さんとかいろいろなところがまたすごくもう足りないぐらい、やっぱりもう世界的にもなんかブームになって、まあ巻き方なんかもすごくやっぱり当時のお客様が真似されてやってた記憶がありますね。なんか僕覚えてるんですけど、とんでもなく遠くで、もう場所も全然わからなくて、僕らも結構時間がギリギリだったり、タクシーの運転手さんに怒って、そんなとこ何もないって言って、すごく言われて、何しに行くの、この時にっていうぐらい、ものすごい、何の場所かわかんないんですけど、そんなとこには何もないよってずっと言われて、やったらとにかく行ってくるっていう。ベルトの小物というか、ミリタリーのベルトに小物をジャラジャラつけたっていうのも、もう多分好きな方はすごく覚えてると思うんですけど、これもすごく印象に残ってるやつですね。このカーキの色がすごく新鮮で、コートですとか、まあ、スウェット後から出てくると思うんですけど、なんかもうカーキを結構多用してて、あまり海外のブランドでなんかこういう通常のスウェットをかぶってこういうスタイリングするっていうのもあんまりなかったような気がするんですけど、なんかね、やたらかっこいいなっていう、あとこのサイズ感、先ほども言いましたけど、今までピタピタできたのが急にこういうオーバーサイズに変わってきて、新しくかっこいいところなんかこう、なんていうんですかね、その欲を提案していたっていうのが、まあ、これ見
でも今見ても新鮮です。新鮮です。もう今本当に全然今のコレクションって言っても全然装飾ないよね。新鮮な感じ。これも20年前か。これも今回確かメニューの中にありましたね、はい、なんかもうこれも当時ものすごいやっぱり売れて話題だった商品ですね。あとこのボーダーのちょっとニットっぽい感じ、厚手のカットソーに、前でいろいろなところからこうモデルを出すんで、多分こういう編集にしないとなかなか難しいと思うんですけど、こういう編集の仕方他のブランドがあんまりやってなかったはずなんですよね。だからもうこの辺なんかもすごく、まあ、これなんかもそうなんです、ノースリーブコートの上にノースリーブのスウェットをレイアウトさせるっていう、でこそなんか、インナー下を長く上に短いのレイヤードっていうのは当たり前ですけど、これ20年前にこういう提案をしていたので、ストロインのシルエットの感じですとか、そうだね、ノースリーブのシルエット、ノースリーブのシャツをレイヤードしないっていう、まあ、この辺も結構当時はもう爆発的に売れた。今でこそ本当に切り張りって僕ら業界語で言ってますけど、なんかこうパッチをこう切って、はい、貼り付けてっていう手法って、今じゃポピュラーですけど、僕の記憶が確かだと多分ラムがかなり最初のスタートの始めたぐらいの感じ、まあ、それをこれオーバー台あと止めして、はいはいはい、またウォッシュかけてみたいなこと、まあ、この辺なんかももうすごかったですね当時。まあ、当時このなんかハイネックのこうピタピタのジャージーのシリーズなんかもラフシモンズのインナーといえばぐらいの感じで、当時からやっぱりこう、まあ、今でもね作られてずっと、はい。アイテムなんですけど、giving him to the bounty hunter. What if he does?
なんかこの最後の時すごい本当に歓声だったんですよね。なんか多分1年間お休みしてて、多分すごいプレッシャーって多分もちろんあったと思いますし、ものすごくやっぱりあのバイヤーとか世界中のジャーナリストからもすごい注目されたた時なので、どんな感じでやるんだろうっていうのも見事にこう期待を超えるような感じですね。この最後の時なんかすごいかっこよくて、多分なんかこう高さで言うと多分ビルの、まあ、5階ぐらいから降りてくるような感じなんですね、この足場を。で、でまあ、上の方はもうちょっと全然僕らもうコロナの煙とかであんまり見えなくて、まあ、これ後ろでちょっと見えにくいかもわかんないけど、立って見えるジャーナリストとバイヤーとか見えると、もうかなり駅からも遠くて、間に合わない方とか相当見えたった記憶もちょっとこれ見て今思い出しますけど。資料が出てきましたので、ちょっとこれを機にもうちょっと一つ一つのコレクションで竹野さんにこうやっていていただきながら、こう実際にショーを実際に流しながら解説をまたこれからもやっていきたいと思います。なのでもうぜひともまあ、チャンネル登録 と、いいねの方よろしくお願いいたします。それではじゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。